嬉しいよ。飛ぶ期待者か。カリオ部長、本当にお世話になりました。部長の結婚式があったら私絶対行きますから。おう、幸せになってきな。ついにお前も結婚か。幸せにしてやれよ。ありがとうございます。今月は芸能人の結婚ラッシュ、おめでたいニュースが目白押し。思えば仕事一筋の人生だった。恋愛も異性交流も女の幸せさえも振り返る暇もない32年だった。私にもあんな綺麗な涙を流せる日が来るのだろうか。いや無理だ。だってこんなにエイヒレとぬるめの缶が美味しいんだから。カリオさん。にゃっ、ジョドー君、どうしてこんなところに。仕事終わりにカリオさんを探しておりまして。プロジェクトお疲れ様でした。メンバーの寿退社が重なる中、完遂できたのはカリオさんの手腕のおかげです。いや、それはチョドウ君が私が気づく前にミスを修正したりいろいろ頑張ってくれたから。お酒お継ぎしますね。それで先ほど泣いておられたようでしたが。いや、それは目にゴミが入って。お酒お継ぎしますね。それでその涙が出ただけで。お酒お継ぎしますね。私の周りがみんな結婚したの。私も幸せになりたい。せめて彼氏とか欲しい。でも無理なのは分かってるの。無理とは？もう31だから。32ですよね。ごめん、無意識にサバ読んだ。32の生き遅れなんか引き取ってくれる人なんていない。そんなこと関係なく、カリオさんを好いている方は案外身近にいるかもしれませんよ。ありがとう、励ましてくれて。終電なくなっちゃったね。あ、いや別に深い意味はなくて、女上司がよく言う後輩男子をラブホに連れ込む文句とかじゃ。僕はそれでも一向に構いませんよ。え？え？これ。 12 seconds later.